認しました。例の現象です。瞬間的な高エネルギー家電粒子の発生による突発性電離相乗乱。場所は南米アマゾン川流域。場所を変えて3度目か。太陽フレアの異常は今回も認められないし、何より現象が局地的すぎる。やはり人為的なものでしょうか。それが妥当な線だな。何かの実験か。前回より規模が大きくなっているようだが。はい、でもおかげで今回は発生源をだいぶ絞り込めました。こちらに民間の衛星が撮影した約5時間前の当該箇所の画像があります。表示します。何もないな。もっとも今時画像などいくらでも加工できる。そうなんだろ、キャミー。そういうこと。その画像に限ったことではない。極論すれば我々の監視衛星のデータだって何者かが侵入改ざんしていないとは言い切れない。気になるのはこのことは我々デルタレッド以外でも当然掴んでいるはずだが、今のところこれといった動きが見えないこと。密かに動いているのか、それとも動けない何らかの力が働いているのか。関係機関にそれだけの影響力を持つもの、例えばシャドルとかね。シャドルは崩壊したらしいけどな。現地に飛ぶわ。上には自己承諾になるわね。ええ、お探しの男なら確かに3週間前から行方不明となっています。家族からの捜索願いも出ていますが。え、捜査状況ですか。ここはご覧の通り寂しいところで、警官の数も少ないですからな。ご家族には気の毒ですが、捜索なんていう金も人もかかるようなことは。そりゃ地元では有名人でしたよ。ここにも何度か武術指導に来てくれましたし。ですから上からの指示なんですよ。あの何かあったんですか。こんな田舎にわざわざインターポールから。同じような事件が世界中で起こってるといえば納得するかしら。その様子じゃまた空振りのようだな。まあいい、手がかりをつかむまでしらみつぶしに当たるだけだ。警官でもないのに熱心ね。休暇なら奥さんの相手をしてあげればいいのに。そういう君だって普通の女性として暮らしていたはずが今こうしている。同じことさ。やっぱりナッシュのこと。この事件のことを知ったのは偶然だった。だがどうしても聞き捨てできず君とコンタクトを取った。きっと何か知ってると思ってな。世界的規模での格闘家失踪事件、昨年から世界各地で著名な格闘家の失踪が相次いでいる。それぞれに共通するのは被害者がいずれもその分野ではトップクラスの格闘家であるということと、何の痕跡も残さず突然姿を消しているということ。誘拐の疑いはもちろんあるけど、犯行声明も身代金の要求もない。今年になってインターポールが捜査に乗り出すことになり、私も復職したわけだけど、実はね、インターポールの中にはこの捜査に反対する動きもあるの。一連の事件に関連性はなく、我々が介入するに当たらないというのね。そう言われて引き下がるはずもない。君も俺も。なぜなら格闘家に関わる事件といえば、どうしたってあの連中のことがクローズアップされるからだ。シャドル、奴らが滅んだなどというのは何も知らないか、そういうことにしたいかのどちらかだ。事件の当事者であるからこそシャドル崩壊など絵空事としか思えん。奴らはまだ生きている、あるいはそれに匹敵する何者かの仕業か。ご不満なのは承知しております。しかし。なるほど、あれが進化を発揮するのはシステムが小型化してから。ビジネスとしてもそこからが本番なのは分かっている。所詮今は客寄せの花火だが、だからこそより盛大であるべき。そうじゃないか。それではぜひこの男を私どもへ。ほう、
この男なら知っている。確か殺人剣を源流とする技を使う。だがこの流派にはより強力なパワーを持つ者がいるはずだが。剣を極めし者。しかし我々の調査によれば、この男の秘めている真の力が発揮されるとき、剣を極めし者すら上回ると推察されます。その力、殺意の波動。そしてその力こそがブリースを完成に導くと。は、殺意の波動、秘めた真の力か。面白い。定例経営会議、11時30分からユーロ担当副社長とテレビ打ち合わせ、12時からは上院金融証券委員会委員長との会食、その後ヘリコプターで。お忙しいところ失礼。フリージャーナリストのマヤと申します。ちょっと取材なら事前に申し込んでもらわないと。昨今の原油高とマスターズグループの戦略についてぜひコメントを。聞こえなかったかな。約束のない取材には応じられない。あら、意外だわ。ケンマスターズといえば全米最強の格闘家で財閥のトップ。そんな型破りな方にしては随分型通りなんですのね。なんというか、格闘家ってもっとおおらかなイメージがありましたのに、突然の来客なんかにも動じないというか。おいおい、自分の非常識をそんな風に言い訳するのか。でも例えばお友達のリュウさんならどうかしら。約束のない人には会わないなんて言うと思います。同門って言ってもその辺結構違うものなんですのね。出直します。次はちゃんとアポを取りますので、ご心配なく。リュウか。リュウ、お前どうしてる。まだ迷いの中にいるのか。あの日俺たちは互いに悟った。まだ決着をつける時ではないと。互いの迷いを振り切ったその時こそ決着の時。殺意の波動、お前が立ち向かう巨大な宿命、人であることを放棄することで手にできる悪魔の力だが、リュウ、俺にはお前の苦しみすら輝いて見える。格闘家としてお前はもう俺には理解できない境地に足を踏み入れているのだから。仕事、家庭、それを重荷という気はないが、こうして日常に埋もれていると俺にとっての戦いとは何なのかわからなくなる。何もつかめないまま、ただ時間だけが過ぎて。そんなことさ、俺の迷いなんて全く取るに足らん。竜、お前には随分小さい男に見えていたろうな。
所詮金持ちのドラ息子の道楽、ほんの少し人より素質に恵まれていただけさ。俺だ、さっきのスケジュールの件だが、そうだ、目いっぱい詰め込んでくれ。場所は間違いありません。ここが例の現象の中心です。やはり画像は加工されていた。これは自然にできたものじゃないですね。つい最近までここに何かあった痕跡でしょう。それと動物の死骸がやたらとあります。ここに来るまでにも見ましたが。念のためだ、何体か回収していこう。隊長！どうした？ここだけ妙に地面が柔らかかったので少し掘り返してみたんですが。これは人の死体だ。無駄なあがきをいつまで続ける？命尽きるとも。なぜ力を拒む？俺が求めているのはそんなものではないからだ。では何だ？答えられまい。ひたすら強さのみを求めてきたウヌが今さら綺麗事など称し、ウヌの体に流れる血に従え。所詮は殺人の剣、命のやり取りにしかその意味は見出せぬのだ。黙れ！試合！くだらぬ世俗に惑わされるな。人の命を食らうことでしかウヌの求める高みには届かぬと知れ。黙れ！俺は自分の生まれを知らない。物心つく頃から豪鉄総帥、豪剣師匠、そしてあの豪鬼と修行の中にいた。誰よりも強く、ただそれだけが生きる全てだった。あの時まで、あの日、豪鬼が師匠を、俺は豪鬼に勝ちたい。だがそのために奴のようになってしまっては意味がない。だがどうすればいい？いくら汗を流しても、いくら拳を振るっても何も見えない、何もつかめない。それどころか内なる戦いへの衝動が抑えきれなくておかしくなってしまいそうなんだ。剣！車で待ってて。イライザマスターズ、先日ご主人を取材させていただきました。感謝します。ケンに主人にお会いになったの？あの、どんな様子でした？あ、実は最近忙しいとかであまり顔を合わせてなくて。あら、そういうことでしたらその辺でちょっとお茶しません？デルタレッドが動いている。世界各地で大規模な秘密実験が行われているらしい。相変わらずだったぜ、キャミのやつ。そうなの、埋められていたのは10人。驚かないでよ、死体の身元を聞いても。驚くなという方が無理だ。今俺たちが追ってる消えた格闘家たちはどこをどう巡ったか人知れず、ジャングルの奥で死体になってたんだからな。だがキャミーが俺たちとコンタクトを取ったのは別に驚かそうというわけじゃない。死体が失踪した格闘家と分かっても彼らの足取りについては何も分からなかったからだ。
デルタレッドの力をもってしてもな。キャミ、君たちの送ってきた動物の死骸だけどね。早速調べてみたんだけど、すごいよ。こんなの初めて見た。手短にお願い。ああ、いいかい。この死骸はね、一部の細胞が内側から爆発したかのように破壊されているんだ。まるで細胞内の水分が一瞬で沸騰したかのようにね。とにかくだね。大変な事態だよ、これは。それからね、今回の調査、実は上にはまだ通してない。なんていうか、そういう空気じゃないんだ。軍しかり、FBI しかり、CIA はつてがないのでわからんが、似たようなものだろう。そしてインターポールにデルタレッド、見事なまでの情報統制だぜ。秘密実験のことと合わせれば、相当でかい連中がいるのは間違いない。本当は捜査は行われていたんです。自分なりに手がかりも。でも必ず捕まえる。多くの心ある人たちのためにも。可愛いお人形ですね、奥様。でしょ、お友達にいただいたのよ。ジャーナリストをしてる素敵な方なの。旦那様にもご覧いただきたいですね。仕方ないわ、忙しい人だもの。でも早く教えたい。すぐにボスとコンタクトを取りなさい。言いたいことがある。より良い仕事のためにはまず信頼から。言うまでもないことと思いますけど、君の実力は評価しているつもりだ。こうして直接の会話を許可していることが信頼の証とは思わないかね。なら目障りな連中をすぐに引き上げてください。気が散ります。それは構わんが、しかし少し方向が違ってないかね。私が命じたのは竜という男の確保だ。ケンマスターズの方ではない。放浪の格闘家の竜をただ闇雲に探したところで時間を浪費するだけ。それはお分かりのはず。私以外にも随分人手を割いておられるようですから。だから竜の方から現れるのを待つのです。竜がもし誰かとコンタクトを取るとしたら、それは同門であり唯一ライバルと認めているケンマスターズ以外にはないのだから。もし俺が先に死んでいたら、そのムクロがお前を一日生きながらいさせていたかもな。人の体に宿る力、それは命の力。命には限りがあり、しかもなお果てしない。
一つの命が別の命となり、また巡り、世界のすべてとなる力となる。力とは何だ。一見ただの廃墟だが、そこには不自然なほどの警備、そして一歩中へ足を踏み入れればだぜ。見ろ、失踪した全米空手チャンプだ。いかん。サネックビーム。おい。それにしてもここは何だ。見たところ何かの研究所のようだが。急げ、とっくに気づかれてるぞ。おう、早かったな、チュンリー。分かってる。また一つ命が消えた。奴らは何者で一体何をしていたのか。格闘家を何かの実験に使っていたのはもはや確実のようだが。沸騰液膨張細胞爆発、頭文字を取ってブリース。細胞爆発って。アマゾンで採取した動物の死骸にそういう特徴があったそうだ。専門用語が多くて分かりづらいな。それと多くの格闘家がどう結びつくというの。待って、リュウ。何。よって被験者の潜在的能力、いわゆる殺意の波動の発現を促し、システムによるその利用を可能ならしめる場合にのみ、ブリースの実行値は限りなく理論値に近づくことができると推察される。システムによる殺意の波動の利用。どういうことだ。まあとにかく奴らの次の標的が竜だということは確実のようだ。よし、それなら先に俺たちが竜に合流して。でも竜の居場所なんて誰も知らないわよ。くそ、今ほど奴の放浪癖を恨むことはないぜ。竜の居場所を知ってるとすれば。剣か。そうよ、剣なら何か知ってるかも。待て、もし奴らも同じ結論に達していたとしたら。お、君か。あのやかましい秘書が家にまで来たかと思った。どうした、何か用があるんだろ。いいわ、あなたすごく疲れてるみたい。そういえば最近あまり話してなかったな。すまなかった、君のことを忘れてたわけじゃないんだ。じゃあ忘れようとしてたのは誰。今目の前にいるのは私の知ってるケンマスターズとはまるで別人。以前ならどんなに忙しくたって、それがまるでやり慣れたパズルを解くように軽々とやすやすと余裕の笑みすら浮かべていたのに、今のあなたは違う。必死になって何かを、誰かを、いいえ、何もかもを心の中から追い出そうとしてるみたい。それは君が俺を買いかぶってただけさ。余裕なんてない、いつだって必死なんだ。そんなことを言いたかったのかい。いいえ、でも。ここにいてくれ。君は、さくら。ちょっとひどくないですか。はるばる訪ねてきたってのに、まるで泥棒か不審者扱いじゃないですか。先に手を出したのはそっちなんですからね。当たり前だろ、こんな真夜中に約束もなしに押しかけてきたって。やっぱり格闘家ってそういうもんなのか。は？
空港から走ってきたんでちょっと遅くなっちゃいましたけど、でも守衛さん、もうちょっと強い人の方がいいですよ。でもこの家はケンさんがいるから安心か。なあさくら、急に訪ねてくるなんて何かあったのか。あの、龍さんの居所が知りたいんです。龍の？教えてください。あいつがどこにいるかなんて知らないよ。追っかけしてる君の方が詳しいんじゃないか。知らないからここに来たんじゃないですか。どうしたんだ、龍に何か急用か。俺だ、チュンリーから。繋いでくれ。おお、久しぶりだな。どうしたこんな時間に。へえ、そんなに何度も。すまなかったな、ここのところ忙しくて。仕事以外の要件は回さないようにと。ああ、今は家だ。それで、え、龍の居所を知りたい。いや、知るわけないだろう。これからこっちに、いや来るのは構わんが、忙しいんだ。詳しくはその時聞くよ。みんな俺を龍の付き人とでも思ってんのかな。あの、ケンさん。うん？聞いたことないですか、格闘家失踪事件のこと。今世界中で有名な格闘家が次々に行方不明になってるってやつですよ。本当に知らないんですか。格闘家なら誰でも知ってる話なのに。いや、何しろ忙しかったから。教えてくれ、一体どういうことなんだ。おう、ずいぶん変わった客がいるな。そのなりはあれか、空手マンか。いや、ま、そんなとこだ。やっぱりな、俺にも空手マンのダチがいるんだ。この辺りに住んでてな、知ってるか、一昨年の全米空手チャンプさ。ああ、知っている。戦ったこともある。強い男だった。そうだろう。それなのにな、去年急に行方をくらましちまってな、それっきりさ。残された若い嫁さんは別に男を作って、こないだとうとう家を出てっちまった。俺も暇さえありゃ手がかりを探してんだがよ。詳しいことは分かりません。いなくなった人たちがどうしてるかも。このことが私たちの間で噂になりだしたのは最近のことなんです。でもいろいろ聞いてみると、去年からもうそういうことが起こっていて、しかもみんな有名な人たちばかり。大騒ぎになってないのが不思議なぐらいなんです。知らなかった。いや、そうじゃない。耳を塞いでいたんだ俺は。くそ、さっきのチュンリーの電話もそのことだったに違いない。彼女たちが動いてるとすれば、単なる失踪なんかじゃないのは明らかだ。だからリュウさんが心配なんです。ただでさえどこでどうしてるか分かんない人だし。そうだな。とにかくもう少ししたらチュンリーたちがここに来る。そこで今後どう動くか話し合おう。仕事の予定は全てキャンセルだ。俺だ。トラック運転手？いや、聞いたことがないが。空手マン？え、龍の紹介？はい、そうです。私がケンマスターズです。なるほど、行方不明となった友人の空手家の消息が知りたい。龍が私に聞けば何かわかるかもと、そうあなたに言ったんですね。それであなたはどこで龍と会ったんですか？龍の居所をつかみました。すぐに手配願います。それと念のためプラン B についても。チュンリーか、龍の居場所が分かった。
あいつ意外とすぐ近くにいたんだ。何をしているんだ俺は。昔戦った男の話を聞いて過去を懐かしんでみたいのか。ここにこうして突ったってそれで何になる。家族を置いたまま消えたとか言っていたな。そんな男ではなかったはずだが。あなたの力試させてもらうわ。驚いているようね。まあ無理もないけど、私はあなたのことはもうずっと前から知っているの。でも実際こうして顔を合わせるのは今が初めて。そうね、こんな出会い方も案外悪くない。なんてね。どう？面白い。さあ、あなたも見せて本当の力を。待ちなさい。戦ってはダメよ、リュウ。こいつの狙いはあなたの力そのもの。そうなんでしょ？誰だか知らないけど。よせ君、そいつの力何かおかしい。それは世界でただ一着、最新オートクチュールといったところかしら。目的のためなら手段は選ばない。当然よね。待てケミ。さあ、竜どうする？もうすぐこの子死ぬわよ。助けないの？ダメだ、戦っては。どうするの？攻撃していたら即死。これが殺意の波動。美しい。正直予想以上だった。今奴を捕まえるのは。とりあえずデータは取れたか。
ダメ！ダメ！リュウさん！やめて！キャミーの容体は安定しているそうだ。幸い攻撃はすべて急所を外れていたらしい。俺のミスだ。あいつを一人で先に行かすべきではなかった。教えてくれ、知り得たことのすべてを。俺たちが手に入れたデータはある新型兵器の研究レポートだった。レポートの提出先は新興軍事企業 SIN。 SIN？ 聞いたことがある。ここ数年で急成長したところだ。しかし犯罪組織とのつながりが噂されるなど謎も多い。 CEO の名は確かセス。その SIN の新製品がここにあるブリースというものだ。この兵器はな、核でも細菌でもない人間の持つ生体エネルギー、俺たちに馴染みのある言い方をすれば気を利用するというものなんだ。ブリースが種となる人体から作り出した高エネルギー粒子のサイクル、いわば人為的に抽出加工増幅した気を対象となる人間の気と共振させることで、対象の細胞内のミトコンドリアは過剰に活性化する。結果、細胞内の水分は瞬間的に沸騰し、対象の体細胞は内側から爆発したかのように破壊される。素晴らしい発明だと私は思うよ。何しろブリースは生物の持つ力を利用し、その生物のみを死傷させるという史上最もクリーンで安全な兵器なんだからね。そして、このシステムが将来的に小型化された時、その性格は大きく変貌する。システムは体内に埋め込まれて、誰しも自らの気を自由に増強できるようになる。それが何を意味するのか。まずは人間爆弾的利用。システム内包者が人混みに紛れ、自ら発する気によってのテロ行為が可能となる。そしてもう一つが、増幅された気を自らのパワーアップに用いる方法。システムが気を増幅することで、誰でも殺意の波動のようなパワーを持つ優秀な殺人マシンになることができる。各地で格闘家を拉致していたのはこの気の研究と実験のためだったの。気の扱いに長けている格闘家が実験材料として都合が良かった。そしてその究極の実験体として奴らが目をつけたのが竜だったのよ。それだけに残念だよ。竜の身柄は愚か、データすら採取できなかったとは。とても悲しいことだぞ。信頼して全てを任せていた者に裏切られるのは。さて、この始末、一体どうつけるつもりかな。マヤだったかな。そのためのプラン B、とっくに手は打ってありますわ。ただし、計画には多少の変更があります。一度竜が殺意の波動を発現させてしまうと、我々ではもはや手出し不能であることが分かったからです。あるお方を除いては
プラン B、 その必須要件として CEO 自らの作戦参加を要請します。実際試してみたくなられているはず。竜のあの力のほどをご自身の体で。ご機嫌いかが、ケンマスターズ。その声はマヤとか言ったな。覚えていていただけて光栄ですわ。実は素敵な戦場パーティーを企画しましたの。当然出席していただけますわね。バカ言うな。お前何者だ。なぜ竜と戦っていた。お前も SIN のものか。来ていただけますわね。だって奥様はもうこちらにいらしてるんですもの。あ、いないぞ。誰も何も気づかなかったのか。どういうことだ。要求を言え。要求？とぼけるな。イライザを誘拐したな。そうでなければ彼女が俺に黙って姿を消すなどありえない。あら、自信家でいらっしゃるのね。でも奥様のこと本当に分かってらっしゃるかしら。今週彼女と話をしたのは何時間くらい、何分かしら。例えばリビングの暖炉の上に見慣れないものがあることに気づいていたかしら。そのお人形かわいいでしょう。何が言いたい。奥様は大切なゲストということです、ミスターケンマスターズ。わかった。そのパーティーとやらに出席すればいいんだな。申し上げるまでもないでしょうけど、パーティー参加の条件は竜を同伴させること。お分かりですね、私の言う意味。畜生、イライザと引き換えに竜の引き渡しを要求してきやがった。ごめんなさい、私が主演さんやっつけちゃったから。いや、そうじゃない。全ては俺の。どうする。これまでのことからすると警察はおそらく当てにできんぞ。竜を連れていくわけにもいかない。当たり前だ。竜は俺が守る。イライザも俺が救い出す。待て、俺も行く。竜、やつらの目的が俺の力と分かった以上、その力今度こそ抑え切ってみせねばならない。やつらの目の前でやれるのか。お前はイライザを。決まりだな。俺たちも手を貸す。お座りになって。騙してたのね。止まれ。何者だお前ら。今夜のパーティーに呼ばれてきました。コンパニオンです。おい、ちょっと待て。何かの間違いじゃないのか。そんな話聞いていないぞ。間違ってるのはあんたたちのやり方よ。うわ、さて始めるわよ、永遠の女子高生さん。おっ、湾岸警備隊には古くからの友人がいる。必ず援軍を連れてくるから、それまで何とか持ちこたえてくれ。二手に分かれよう。俺はイライザを、お前は黒幕を。
ここは私一人でいいわ。あなたたちも応援に行きなさい。そう来ると思った。単純な手、大方今暴れてるのが施設からデータを盗んだ連中でしょ。でもそんなことはもうどうでもいいの。だって私の読み通りなら竜も今ここに来てるってことなんだから。イライザはどこだ。どいて、もうあなたに用はないわ。イライザはどこだ。どきなさい。でも喋ってもらう。イライザならそこの船室にいるわ。竜には大きな力がある。でもあなたにもあるわ、大きくて素敵な力が。待たせしまったかな。少しドレスアップに手間取ってね。うん、やっぱりケンはそれが一番似合ってる。行こう、こんなところに長居は無用だ。走って大丈夫かな。走っても赤ちゃん大丈夫なのかな。知らなかった。いつからそうだって分かったんだ。ごめんなさい、びっくりさせようと思ってたら言い出せなくて。俺が君にそのチャンスをあげなかったんだ。だけど最高のタイミングだよイライザ。俺の大切なイライザ、今はっきりと気づいた。守るべきものがあるからこその強さ、それが俺の力。殺意の波動のような力は俺にはいらない。もうこんな素晴らしい力を俺は持っているんだから。そうだろう竜。なぜと思うことが人生にはままある。思いがけない行動、事態、そして大抵の場合そのなぜに理由を見出すのは難しい。事情はどうあれ、君は必ずしもここに来る必要はなかったし、その可能性がある以上私もわざわざ足を運ばなくてもよかった。だが我々は今ここでこうしている。なぜだろうな。名乗るのが遅れてしまったな。私がセスだ。私にはちゃんと分かっている。なぜ我々がこうしているのか。私が君の持つ力をどうしても自分で確かめたいのと同じく、君も自らの力の誘惑に抗えない。そうだろう。勝利か！
なぜと言わざるを得ないこともある。君の本質は戦いの中にこそあり、君自身本心では自らの力、そのパワーに惹かれているにもかかわらず、どういうわけか自分を偽ろうとして、力を抑えようとしている。なぜだ、なぜだ。そうしていてもお前はただ死にゆくのみ、何も得られない無意味な死だ。行くな。力とは行使して初めて意味を持つ。より強い力、それを持つ者、あるいはそれ自身、世が求めるのは常にそれだ。誰もがより強くありたいと思い、より強い力を求める。何も腕力だけが力ではない。貧しい者より富める者、醜い者より美しい者、誰しも人と己を比べ、わずかでも自分が勝っていれば安心する。そしていつしか己より優れた者を疎ましく感じてくる。存在を許せなくなる。争う。美しさで勝てなければ財力で、それでもダメなら暴力で、その争いのエネルギーこそが世界の動力、世界の要。私はほんの少しその手伝いをしているに過ぎない。争いのエネルギー、破壊のパワー、誰もが抱えるその力は、私が軽く手を加えてやればたちまちこぼれ出し、止めどなく溢れていく。それはいくら組んでも枯れることのない井戸、永遠に掘り尽くせない鉱脈。それを理由、お前は一体何だ。戦うことをやめ、力から目を背けて、それで何かが得られたとしても、そんなものは脆弱な一個人の感傷を慰めるだけ、何の輝きも放たない。つまらん。あれだけの力を持ちながら、これでは使い捨ての実験台にもならない。俺は別に戦いを捨てたわけでもなければ、力から逃げているわけでもない。強くありたい、そう思いながら今日まで来た。強いとはどういうことなのか、力とは何なのか、それすらわからないままにな。ただ一つ、お前の言葉ではっきりと分かった。俺の求めている力は決してお前の言うようなものではないということが。人の持つ力、それは命の生み出す力。命こそが力の源であり、再び帰り着く場所、それを傷つけ壊していく、そんな力は自らを否定していることと同じ。待っているのは滅びの道だ。だから俺は戦う。人を滅びに導くような力の魔性と、そして証明してみせる、魔の力に負けないことこそが強さ、真の力であるということを。何を言っている。力は力、そこに何の違いがある。これが答えだ。ダメ石で私の
体が。逃がさないわ。こんなもの。なかなか愉快なショーだった。ベガ様からの伝言です。貴様らは？あの方はいつも見ておられます。それと、SIN が好きにやれるのも、すべて我々シャドルが影から影響力を発揮しているからだということをお忘れにならないように、とのことです。見たか俺の。ああ見た竜、確かに見たぜお前の真の力を。お前からも感じるよ、ケン。大きくて力強い。そんな気を使わなくていいですよ。そりゃ本当はリュウさんが元気になるまでいたいですけど、旅費もそこをついちゃいましたから。うん、けじめけじめ、甘えちゃダメですよね。あ、そうだ、友達がハワイ旅行で買ってきたチョコがあるんですけど、食べます？あれだけ見つかったはずの証拠も結局闇の中、世間的には湾岸警備隊の出動自体なかったことになっている。我々に何ら処分が下されていないのも一種の脅しと取るべきか。格闘家の拉致殺害、シャドルーとのつながり、これだけ材料があってなお悪はのさばり続ける。ベガメ、貸しを作ったつもりが、だがシャドルーこそ我々に領されているのだ。愚か者め。私だ、竜の見せた新しい力についてだが。わかりました。引き続き竜の行方を追います。やあ、クリムゾンバイパー、今度の件ご苦労だった。君の送ってきた資料には満足している。この調子で SIN の全容をぜひ暴き出してほしい。潜入捜査というものは難しく、君にとって辛いこともあるとは思う。しかしこの仕事は君にしか頼めないんだ。承知してくれ。我々 CIA を見くびったことを奴らに後悔させてやらねばならんからな。構いません、それが私の任務ですから。どうした、竜？いや、鳥がな。なあ、群れからはぐれたのかな。さあ、どうかな。世話になった。ここで別れよう。竜、お前はあの時確かに殺意の波動を抑えてみせた。それなのになぜ？
正直に言うとな、あの時は無我夢中だった。確実にものにしたという自信はまだない。俺にはまだ修行が必要ってことだ。まったく、めんどくさいやつだぜ。行ってこい。そしてお前にしかたどり着けない場所を見てこい。必ずだ。ああ、俺も楽しみにしてる。その時お前がどれだけの力を身につけているか。人の体に宿る力、命の力。俺たちは進む道こそ違っても、行き着く先はきっと同じだ。ああ、いつか必ず俺たちは出会う。